Michelle D. Battle Stage 2. A.E. Hatcherock versus Roldester. <笑>先行を選んだのは。 俺にとっては正解だ。自分のリズムを狂わされたらダウンヒルは命取りだからな。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。なんて突っ込みだ。やばいくらいだ。このバトル勝てる。 なぜなんだ。俺は乗れてるんだ。すごい突っ込みだ。でもコーナーを立ち上がって 次のブレーキングに入るまでの間は86の方が速い。とてつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても後ろから見たくなったぜこいつの走りを。何が何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てんだ。 譲らねえぜ。俺はスペースは開けねえぜ。野郎、蓋のない速攻をものともしねえのか。なんだと。バカな、お前一体どこを走ってんだ。 抜かれた。俺夢でも見てんのか。今のは何だ。何が起こった。クソったれが。86にできるならこいつにだって。ダメだ、戻れねえ。 Sanes versus R. Sanyon. 2, 1, GO!
ストレートの伸びがある。結構やってあるな。エンジンはパワー出てる。だが問題はそのパワーをどれだけ使えるかだろう。藤原と同じ手は使わない。サーカスはあいつに任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。 D のエースは俺だ。決して軽くはない34だけど、それをぐいぐい引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムはパワーだ。そこまでインを締めなくったって、こんなところで行く気はねえ。同じ手は使わねえって決めてんだよ。抜けるものなら抜いてみな、二枚目の棒や。いい気になるな。甘いぜ。あんたの弱点見切った。立ち上がりのパワーはこっちが勝っている。ストレートは俺の方が伸びる。よし、いける。この一本目必ず逃げ切れる。ふざけたコーナリングしやがって。面白みのねえ走りだぜ。パワーを生かして踏める区間だけきっちり踏んでいこうってことか。だけど峠の詰め方はそんなにシンプルじゃねえ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけ踏むならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。で食いつかれてもストレートに飛び出してしまえばいくらでも突き放せるんだぜ。何？なんだそりゃ。言っただろ、雨って。ストレートのトップスピードの伸びは手前のコーナーの立ち上がり方で差がつくんだ。立ち上がり重視のコーナリングってやつだ。シレティ versus アルテッツァ。じゃあ行くぜ。女のくせにこの俺にかなうと思ってんのかよ。勝ったらどうする、いただいちまうか。いいよ、勝負はいつもの C121 の出口。うん、負ける相手じゃない。すごいすごいよマコ、タクミ君とバトルした時より断然速い。コーナーへの突っ込みのスピード、ブレーキング、コースの選択、どれも完璧だよ。おい、少し本気出せよ。全然離れねえぞ。そんなはずは。どうなってんだ。 C の121まで待たなくてもいい。次のコーナーで抜くよ。嘘だろ。おい、信じらんねえ。
A.E. Hachiroku versus E.K. 一晩このコースを走っただけでこのレベルまで来れたやつが今まで東道塾にいたかよ。しかもこの車どんなチューニングなのか知らねえけど、俺の B16B エンジンと互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。こんなの86じゃねえや。こいつ一体何者なんだ。1本目が終わるまでバックミラーは見るな。コースの攻略のみに集中するんだ。自分の走りをすれば抜かれることはない。後ろ絶対に振り返るな。バックミラーなんて見なくたって後ろからぴったり張り付かれていることぐらいわかるんだ。凌介さんの指示は2つ、それを守るだけだ。全くどっちだけだ。一本目後追いを選んだのが失敗だった。これじゃまるで俺が手こずってるみたいじゃねえかよ。それじゃあ二本目。一本目でたっぷり見せてもらったからな。86の戦闘力もドライバーの実力も、俺についてこられるほどのスピードはない。一瞬で終わらせる。早い、すっげーやばい。さっきの1本目より確実に早いペースだ。振り切れない。一本目に比べて数段速いこのペースについてくる。なんてこった。一本目で蹴りをつけられると思って無理なラインから強引に行き過ぎた。とんでもないミスだったぜ。やっぱり気のせいじゃない。向こうのツッコミが急に鈍くなってきた。タイヤか。この速い池をぶち抜いて終わらせるぜ、このバトル。なんだと。Thank you.
Nissan S versus Integra。 それじゃあヒルクライム始めます。5秒前、4、3、2、1、ゴー。さあついてこいよ。俺の仕掛けたトラップはもう始まっているんだ。東道塾のいやらしさを見せてやる。大輝の仇は俺が取る。早えな。 FF でも上りでこんだけトラクション稼げるのか。インテアルとターボの組み合わせは大正解だった。この車がもともと持っている抜群の運動能力に加えて、上りをグイグイと引っ張るこのトルク、はえぇ、バッカじゃねえのこいつ。さすがに走り込んでる。地元はすげえと思ったが、ようやくつかめてきたぜこいつのリズムが。いいドライバーだ。俺のラインとタイミングをうまくつかんでついてくる。だがそれが命取りだ。ぽっかりと口を開けた落とし穴がお前を待ってるぜ。さねえぞ、絶対追いつく。しまった、リズムに乗せられて突っ飛ばされた。行くな、そっちじゃない。戻れ、戻ってくれ。よっしゃ、抜けた。なんだと、あれを立て直すとは。何が何でもこのままゴールするぜ。頼むぜ、 B18C ターボ。単独で走ればなんてことのないこのコーナーが、横に1台並ばれると走行ラインの制約でスピードがガタ落ちになる。エアピー以外にまさかこんな形で。
Kei Hachiroku vs. EK9。 よーし、カウント行くぞ。5、4、3、2、1、ゴー。見通しが悪く狭かった道路がここから急に変わる。核復興時が終わった新設の第二セクション。見た目は綺麗だが路面はひどいもんだな。アスファルトの継ぎ目がバンピーで跳ねまくる。かなりパワーは出てるようだが、86の古いサスペンションでどこまで踏んでいけるかな。ここからはきついダウンヒルの第3セクション。そんなに長くは付き合えないぞ。こっちもプロとしての対面ってやつがあるからな。こんなとこで。橋を渡ると上りだ。車のパワーが足りなければついていけない。頼むぜ86、お前の心臓が頼りだ。ん？なんだ。離されずに食いついてくるが、ちょっとした珍事だぜ。ストレートの速い FD に対応してこのコースでトップスピードが出るポイントにギア比を合わせたことがここに来て裏目に出ている。後ろの86の方がギアのつながりがいい。まさか86を出してくるとは。これは確信犯だ。向こうのリーダーは頭がいい。だがこの86は抜かれてから確実に集中力を増してきている。絶対にスペースを空けてもらえない。どうする。見えなければいいんだ。やってみるしかない。今だ。いない。86がミラーから消えた。これは俺の車の音じゃない。いるのかそこに。なんだと。やられたぜ。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりか。一度抜いた車に峠で抜き返されたのはこれが初めてだぜ。だがこっからは遠慮しねえぜ。スピンさせるほど強くは押してない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけだ。ゴールはもう近いんだ。またそれかよ。冗談じゃねえぞ。こんな真っ暗な峠道をヘッドライトを消したままで走り回れるのか。諦めないぞ。隙があれば絶対行く。なん？AE Hachiroku vs. Impressa。
昨日のバトルの感覚がまだ体の中に残ってる。勝つには勝ったけど、凌介さんが走ればもっと楽に戦えていたんじゃないのかな。もっと上手くならなきゃ。誰か追ってくる。早い。煽ってくる。どうすっかな。譲る気分じゃないよな。それにアキナのダウンヒルだしな。こいつすげえ早い。僕の手を出して意地でも振り切ってやる。嘘だろ。ブレーキングで詰められない相手じゃ手も足も出ないや。AE8 Go vs S1 Go。 僕は絶対許さないよ、あいつら。せっかくフレンドリーに話しかけてあげてるのに、懲らしめてやらなきゃね。よし、こっちも行くぞ。おい、やっぱり追っかけてきたぞ。くぅ、痺れてきた。久しぶりのバトルだ。取り込み中すいませんが、聞いてもいい？別にいいけど、何？あの S1 号のデブが言ってたみたいに、この8号ターボって乗りにくい車だと思うか？どうかな。いつも乗っている車とかなり違うから、そりゃ初めは戸惑うけどさ。要は慣れなんじゃないの？車に合わせた乗り方すればいいじゃん。池谷先輩、多分逃げ切れないよ。相手の方が出口で安定してるし、トラクションもいい。お前本当に匠か？やばい、池谷先輩抜かれるぞ。え、マジ？くそ、バカ、ざっとこんなもんさ。目いっぱいスピードが乗ったところからのフルブレーキングの突っ込み、絶対についてこれるわけ。すぐ後ろにいるよ。生意気な S13 のくせに。僕についてこられると思ったら大間違いだぞ。離れたと思ったのに、こんな近くに。あのさ、よく見たら後ろの車 S13 じゃない。悪いけど。
100% 集中するぞ。まだだ。今だ！超絶ウルトラスーパーレイトブレーキング！FD サム S vs FD サム S。 それじゃスタートします。 GO！ うまい、うまいけどなんでだ。わけわかんねえ。俺がよっぽど乗れてないのか、それともセッティングの失敗か。焦るな、まだ始まったばかりじゃねえか。ケスケ、バトルの最中にあれと思ったら思い出せ。相手はシングルタービンだってことを。納得いかねえぜ兄貴。向こうはシングルタービンって言ってたっけ。どういう意味なんだ。シングルとツインの何が違うって言うんだ。不思議、峠を攻めていてこんな充実した気分になれたことない。私はただ見てほしいだけ。それだけで私幸せ。見ていてねダーリン、これが私なの。ポイントは変えずに踏み方を変えるんだ。半分の1センチ一呼吸溜めてもう1センチ行くぞ。俺の13ビーターボ吠えまくれ。タービンの弱点、情けねえ。バカすぎたぜ。なんでもっと早く気づかなかったんだ。やだ、もっと続けたいよ。終わらせたくないの。行かないで。A.E. Hachiroku vs. Altetsa。 それじゃカウントいきます。ついていけないのは承知の上さ。だけど少しでも長くこの86の走りを見ておかなきゃ。5秒前、4、3、2、1、 GO！っていうかやばいぜ。なんてツッコミしやがるんだ。ドキドキするぜ。買ったばかりの車で初めて走った時みたいな高揚感だ。さあ見せろ、超人的な技術とスピードの本質と。スタートしたらしばらく後ろの車に付き合ってやれ。一つ目のヘアピンを過ぎたらあとは遠慮しなくていい。
AE Hachiroku vs. Cappuccino。 スタート5秒前、4 3 2 1、 GO!タイヤとの接触面での摩擦の割合、ニューが低ければ低いほどコーナーではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車はこの世に存在しない。だったらコントロールできないアンダーステアより、コントロールできるオーバーステアを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。藤原、今までやってきた中で一番苦しかったバトルを思い出してみろ。例えばエンペラーの須藤恭一のやり方、今までとは正反対の発想がこのバトルの勝利の鍵だ。わからない。凌介さんのアドバイスの意味が。エンペラーの恭一さんのやり方ってなんだっけ。どうすりゃいいんだ。追いつけもしない相手に勝てるわけない。ストレートの後半でいくらか差が詰まる。なんか情けねえ。ストレス感じちまう。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりたい。あ、そうか、恭一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。絶対に追いついてみせるぞ。コーナリングスピードで勝る相手に対してコーナーでの勝負を捨てる。減速して早めに車の向きを変え、加速に移るタイミングを早くする。アクセルを踏む時間を少しでも長く取るんだ。詰められてる。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速いのか。くっつかれた。なぜだ、化け物かよてめえは。落ち着くんだ。ここはともかく冷静にならなきゃな。負けない作戦に切り替えていきゃいいんだ。チッ、ふざけんなよ。無茶なことは考えないで、おとなしくそこにいりゃいいんだ。ここだ。何、ふざけんなって言ってんだろうが。ダメだ。やっぱ自分よかコーナーの速い相手にカウンターは無理か。くっ、この先のフラットなストレートが俺にとっては最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。どんな手を使ってでも絶対二本目にもつれ込んでみせる。どっちなんだ、凌介さんが望む勝ち方はどっちが正解なんだ。左か。あ、そこまでやるのか。そっちがそのつもりなら。消えた。86がミラーから消えた。なんだと。
FD3S versus AE8ROKU。始めるぞ。スタート5秒前。4、3、2、1、ゴー。持久戦に持ち込めれば思うツボなんだがな、スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートが強い方が勝つんだ。考えたな、スーパーチャージャーとは扱いやすいパワーってわけか。こいつは手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。よくついてきてるな。俺ももともとターボだっただけにわかるんだ。ハイパワーターボで濡れた路面は難しい。敵ながらいい腕してやがるぜ。始めるぞ。ゴー。さすがについてくるか。無理もねえな。こんだけミュウが低くちゃエンジンのパワーの半分も使えてねえから。俺の FD の本領はもっと高速レンジのバトルじゃなきゃ出せねえぜ。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここんとこ取り組んでたアクセルワークの特訓が役に立ってる。とにかく我慢だ。チャンスは必ず来る。ゴー。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせる。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。負けねえぞ。少なくともこの展開になればモチベーションの勝負だ。デビンの動きがさっきから少しずつ怪しくなってきている。向こうも疲れてるな。そろそろこっちからアクションを起こしてみっか。目いっぱいプレッシャーかけて揺さぶってやる。やべえな、コントロールできなくなってきてる。集中力が切れかかってるってことか。見えねえ。この先は大きく回り込んだ左中速コーナーのはず。FD3S versus EVA5。 スタート5秒前。4、3、2、1、ゴー。向こうが慣れない車に戸惑ってるうちに一気に突き放す。そのための一本目先行だ。俺だってバカじゃねえからな。ここは確実に勝たせてもらう。思ってた通り、パワーは出てるし、足回りも癖がない仕上がりだ。サンキューな、いい車だぜ。なんかの車雑誌でジャーナリストが書いてたんだよね。一般公道で世界一速いのはランエボだって。へっ、FD なんぞの出る幕じゃねえんだよ。
ケツ打って遊んでる時代じゃねえんだ。いなくなりやがれ。離れねえ。なんでだ。気に入らねえ。こっちはランエボなんだぜ。練習もしてねえ奴がなんでついてこれんだよ。ちんたら走ってんじゃねえよ。ランエボが泣くぜ。向こうはセンター付近まで膨らむオーソドックスな S 字コーナーの通過ライン。こっちはインベタ気味にタイトに立ち上がる。ラインが苦しい分ランエボのテールが一時的に離れるが、次の左に対してワイドにラインを描いてコーナリングスピードを稼ぐ。そしてコース最長のストレートでぶっちぎる。そいつで勝負だ。それ以上寄ってくんな。こっちはもうスペースがねえんだよ。うわあ、バケル！おい、なんだよ。AE86 versus EVO 6。スタート5秒前。4321ゴー。こっちだってまともなやり方でプロジェクト D のダウンヒラーをちぎれるとは思っちゃいねえ。気持ちよく走らせないことが肝だぜ。頑張るなってことさ。何も面倒なことは言っちゃいない。なあ、すげえ、一気にくっついた。くっ、まあいい。終盤の高速セクションに入れば離れるはずだ。スピードレンジが違うんだよ。86なんかとはな。ついていける。下手じゃないけど負ける感じじゃない。ブレーキングなんて全然甘い。そうか、わかったぞ。こいつの弱点はブレーキングだ。もうちょいだ。あと一つ抜ければ目いっぱい開けられる高速区間へ。フロントタイヤのグリップが効かねえ。よし、ちくしょう。インに寄せすぎたせいで残ってたオイルに乗っちまったんだ。くそ、誰か。ノーブレーキで突っ込みやがった。信じられねえ。なんて走りだ。FD3S versus R34。 カウントいきます。5秒前、4321ゴー。おお、クソでかいボディの割には俊敏な動きを見せてくれるじゃん。俺は GTR だけでも323334ともう4台乗り継いできている。この34は本当にいい車だぜ。32の唯一の泣きどころだった頑固なアンダーステアも消えてるしな。よく止まるしよく曲がるんだ。
こんな楽しい車はねえよ。車が分かってねえやつに限ってちょっと金持つとベンツだのフェラーリだのに乗りたがる。俺は死ぬまで GTR だ。うりゃーうりゃーそりゃそりゃ。クソ早え。こっちも戦闘力上げてきてるから自信満々だったけど甘かったな。やっぱ GTR はトラクションの化け物だぜ。本当にこんな速いやつを相手に7秒のマージンを与えちゃっていいのか。とんでもねえこと言ってくれるよな兄貴。ダウンヒルで取り戻せなかったらそれでジエンドだぜ。ドリャー。いいぞいいぞ、いい感じだ。行け。よし、ついてきてるな。そう来なくちゃ。せーの。腹はくくったぜ。俺がやることは右足に最高の仕事をさせるだけだ。兄貴が追いつけるって言うんなら追いついてみせるさ。コーナーの入り口から出口にかかる横 G のレベルを一定に保つ。タイヤの負担をコントロールするんだ。コーナーの出口ではアクセルをワイドに開けてダッシュ。地点より確実に詰まってる。ゴッドフットのおっさんより俺の方がダウンヒルでは勝ってる。こっからが勝負どころだぜ。そこまで来たのか。思ってたよりやるな。これは初めからそういう種類のバトルなんだからな。どりゃ。本当に楽しいぜ。久しぶりだ、こんな気分は。1、2、3。くそったれが、タイヤの幅半分アンダーか。目と鼻の先まで来てやる。あんだけあったマージンも今やほとんどなしか。上等だ。あと一つ、あと一つ、死ぬ気で突っ込め。うわぁ、こんちくしょう。ダメだったか。
ッサン、トラクションがいいのはもう分かったからよ。俺はどうした、その程度かよ、ロータリーロケットの実力なんてよ。そりゃ無理だぜ。どれだけのパワーがあるのかは知らねえけど、こんなとこじゃ絶対抜けない。そんな感じか、大体わかったぜ。頂上はすぐそこだ、もうすぐ登りきる。いけるぜ、このバトルもらった。なんだよそりゃ。もう抜き返すしかねえ。コーナーの立ち上がりで並びかけるタイミングを測ってたんだ。我ながら会心の出来だぜ。ドリフトか、そっちがその気なら。何、ここまで派手にやる予定はなかったがな。相手がそう来るなら今さら後には引けねえだろうが、これはもう理屈を突き抜けた世界なんだ。誰にも批判はさせねえぜ。もうタイヤが、クソったれ、勝手に膨らんでいきやがる。A.E. Hachiroku vs. S.2000。 それではカウントいきます。 5 4 3 2 1。 GO！ まとわりついてくる圧力、インプレッサーを転がしているどっかのクソ親父と嫌になるくらいそっくりだ。
終わる。くそ、プレッシャーかけられまくりで何もできなかった。一本目は予定通りじっくり見せてもらった。厳しいな。いっぱいいっぱいのいいところだ。先行の時は気がつかなかったけど、ラインが違う。俺の考えてたベストなラインと違うところがいくつもある。インにつくタイミングが早かったり遅かったり、普通のセオリーと違う。ここではそれが正解なのか。でないとこの速さは説明できない。わからない。あのラインでなんであんなに速いんだ。連続 S 字の8つ目から9つ目、微妙にリズムが変わるポイントがある。さらにその一つ手前、そこだ。することはないさ。決して君が下手なわけじゃない。それどころか86という車の能力を考えれば奇跡的な健闘だ。突出した才能であることも疑う余地はない。こんな体験もこれからの成長の糧にしてくれればいいんだ。開いていない。あれほど鋭いカッティングで飛び込んでくるとは。神がかりのドライビングだぜ。ギリギリまで車高を下げたこっちの車ではあれと同じことはできない。下回りがスカスカな旧車ならではのウルトラシーだぜ。何本目だっけ？ 7、 いや8か。はあ、頭の中がまだ混乱している。全力で逃げて先行逃げ切りを目指していくか、どうで集中力がなくなる前に一本だけ見せてやる。いわゆるレコードラインアタックというやつな。
では何かが違う。離れていく。なぜだ。どこで差がつく。何が違う。ゴールが近い。このままじゃ負ける。ゴールはこの先だ。このまま離せれば。何とかしなきゃ。できることは何でもやってやる。サスペンションが効かない。やっちまった。負けた。くそ、集中力が あと少しなんだ。